ノックアウトの産声となります。いい顔してますね、2人とも。ラウンドワン、はい、さあ第1ラウンドです。グローブとグローブを合わせました。さあ、技を大きく叩きました、オスキー。綺麗ですね。おっ、いきなり、おー、ロック、そうそう、いいボディ、ハイキックを出していた、クワイトン。ちょっと効いてるんじゃないですか、ちょっとお腹が嫌がってますね。振ってきますね、振っていく、当たってますよ、これ。さあ、右、左、いや、この分回し具合、半端ではありません。だからもういきなり1ラウンドで仕留めるつもりで。いやでもあのお腹効きましたね、ボディ効きましたね。そう、大さんクレバーだったのが、はい、ボンボンと顔面のフックを入れた後、ボンって一発だけボディ入れましたよね。僕今目の前で見てて、うわいいの入った、よく倒れなかったなと思いました。そうですね、あれで意識が下に行ってたって顔が触れましたね、はい、いやー、さやさんいかがでした。いや、目の前で見るとやっぱり当たった時の音とかもリアルですごく怖いですでも、さやさんもボクシングをね、はい、やられてて血が騒ぐものもあるんじゃないですか。もう騒いじゃいましたすごい、でも迫力がやばい。いやー、でも石井さん、はい、ついにスターボーイ日本人無敗伝説に終焉を迎えましたね。本当ですね、こんな結果になるとは思わなかったですけど、さすが大月さんですね。はい、素晴らしい。これはちょっとね、世代としては私、大月選手と同じ世代なので、はい、これはすごい勇気になりますね。やっぱ40代でもここまでやれるというものをですね、はい、キックボクシングという舞台でもう世のおじさんたちに示してくれました。やった、関係ないということですね。そうですね、選手決勝、これはね、本当に、しかも大さん、はい、ノックアウトっていうこのね、はい、イベントでノックアウトで第1試合で締めたんですよ。素晴らしいですね。もう本当にいいスタートすぎませんこれもお客さん大満足ですよ、はい、これね、多分ね、はい、小野寺プロデューサーが泣いてるかもしれません、はいはい、一番喜んでるかもしれないです素晴らしい。ノックアウトボリューム0旗揚げ戦第1試合、大月春明がスターボーイクライトーンチームを一覧の KO で見事な勝利手にしました。ナイス KO です。さすがです。素晴らしい。